ソフビヒーロー動物戦隊ジオジャ2野生解放バージョン。バージョン。パチ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 。パチパチ食玩のソフビですね、うん、しかも野生解放バージョンということで、ラインナップはイーグル、シャーク、ライオン、エレファント、タイガー、全5種類ジュオージャーの5人がラインナップされております。カナト君、これ素材はね、キラキラのパール素材です。キラキラしているわけですよ。そしてなんといっても野生解放モードですからね、どんな感じになってるのか楽しみですね、うん、ではですね、うん、開けていきましょうか。エレファントから行く。はい、エレファントね。カント好きな。はい、はい、よいしょよいしょ。はい、おー、はい、食玩なのでラムネ。カント君好きだね。うん、食べんの。もういただきます。はい、どうぞ。お味は美味しい。はい、じゃあ続きいきますよ。はい、ほら足が出てきました。ゆるーし。ゆるーく。おお、すごいぞ。はい、出ました、うん、こちらが、うん、ジュオエレファントの野生解放モードです。うん、はい、若干スケルトン透明、中が見えるよ。いつもジュオエレファントこうやってドーンってやってるよね。ドーンってね。はい、で足がほら、うん、でっかい。でかい。やっぱり後ろは塗装ないんですけど、前はねほとんどちゃんと塗装されています。顔もそうだし、胸のマークもそう、バックルもこうね、両手足のこの黒いラインもちゃんと塗装が入っています。うん、プレ版の野生解放ソフビと比べるとこんな感じです。思ってたよりいい。うん、なので、ね、前回の1の時、食玩のソフビだからいいかなと思って前回買わなかったんですけど、ちょっと後悔しています、今。買えばよかった。じゃあ次タイガー見ていきましょう。あ、タイガーはどんな感じ。手がね、手がラムネあげる。はい、いきます。いただきます。いただきます。はい、どうぞ。おお、よいしょ、入れました。こちらがジオタイガーの野生解放モードでございます。ジオタイガーは手がね、野生解放ってなったら手がガーってなるんでね、大きくなるんだけれども、大きいかな。どうだろう、どうでしょう、カナト君、これ大きいですか。うん、うん、ちっちゃい。ちょっとちっちゃいね、思ってたよりちょっとちっちゃいね。でもね、エレファント同様塗装はしっかりされています。後ろは白。うん、プレ版限定野生解放ソフビと比べるとこんな感じです。うん、うーん、なんて言ったらいいんだろう。うん、さすがに手のひらまではね、こう塗装入ってないんですね。うん、はい、続きましてジオライオン開けていきたいと思います。はい、ジオライオン。あ、ごめんごめん。はい、ラムネどうぞ。ありがとう。よいしょ。はい、こちらがジオライオン野生解放ソフビでございます。ジオライオンも野生解放モードになったらね、手が大きくなるんですけれども、うん、大きくなったというよりは腫れてるくらいですね。ちょっと腫れちゃったよみたいな。がー、いいね、ジオライオン、胸のマークがかっこいいね。プレ版限定野生解放ソフビと比べるとこんな感じ。やっぱり手がちっちゃいね。うん、そこまで大きくはないんだね。うん、ジオライオンもですね、手のひらまでは塗装入っておりません。爪もそうですね。はい、さあ続きましてシャーク開けていきたいと思います。はい、ラムネか出してね。分かったよ。はい、はい、ごめんなさい。はい、どうぞ。ありがとう。あ、ダメ。はい、行きましょう。はい、おお、なんだろう、ガニ股。はい、はい、ジオシャーク野生解放モードでございます。なんかちょっとごついな、ごつさがありますね。シャークはここヒレがね、野生解放しますが、いい感じじゃないですか、なかなか。うん、ラムネ食べます。はい、食べてください。いただきます。はい、
はい、プレ版限定野生解放ソフビと比べるとこんな感じ。はい、やっぱりなんだろう、このガニ股感気になる。ヒレはねいい感じです。通常のソフビはこう女の子らしさが出てるんですが、なんだこのいかつさ、ドンと構えている感じ。ライオンと比べても結構ごつさが目立ちますね。さあ最後イグル開けるよ。まあこの写真を見る感じどうなんだろう。開けましょう。ラムネから。はい、どうぞラムネ。はい、あなたくんラムネがね好きなんですよ。はい、おー、ん、あー野生解放途中。うん、よいしょ。はい、こちらがジオイーグル野生解放ソフビでございます。ちょっと野生解放、なんだ、あー一番ちょっとがっかり感があります。なんだろうねこれね、うん、広げてる最中だよねまだね。通常はねこうですよ、野生解放って言ったらね、ねえかなとくん、うん、なんかこれから羽ばたきますよーみたいな。ね、だってほら後ろ見てよ、まだ閉じてんもん。だって解放してないもん。まだプレックス版のジオイーグルでもこれぐらい野生解放しているんですけれども、こっちのソフビーさんはまだ解放できておりません。そんなわけでね、野生解放の中央イーグルもこの度3体目となりました。はい、そんなわけでかなとくん、今回のラインナップを全部並べてみました。だってよ、イーグルが野生解放、まあ、始まっていませんってなってるね。うん、そうだね。ちなみにですね、こうよく近づいてみるとキラキラのパール素材がよくわかりますね。うん、キラキラしてるね、ちゃんと。シャークの、これね、意外と自立難しいです。うん、エファンドだって自立して、エファンドは足でっかいから自立するし、イーグルとシャークとライオンとタイガーが自立しない。ちょっとね、実はね、タイガーもですね、これライオンに寄っかかっている状態です。ライオンをね、ちょっとどけると、ほらほら自立しないんだよこの子。うん、あと、あ、だいぶ、ちょっとこの辺がね、なんていっぱい倒れる。はい、そんなわけで今日はこちらのソフビヒーロー動物戦隊ジオジャー2野生解放バージョンを紹介しました。はい、こちらね、まあ食玩なので、まあしょうがないっちゃしょうがないんですけど、はい、ちょっとねジオイーグルがね、もうちょっと羽ばたいていてくれたら文句なかったんですけれども、ツッコミどころ満載な野生解放になっております。皆さんもね、食玩お菓子売り場で見つけたらぜひ買ってみてはいかがでしょうか。面白いですよ。そんなわけ、今日はこの辺でバイ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 。今日のジオジャチョコ、はい、今日は野生解放したこのパワーを借りて当たりを引いてください。イーグルだって羽ばたいてない。はい、そうね、開けてくれ。うん、お菓子解放、当たりが出たらいいなあ。あ、イーグルじゃない、当たりは、えっと、ない。ない。